ん、こんにちは、だーちゃんです。今回は、はい、こちらだいぶ見切れてますけど、前に作った紹介した D リーフのリースを使った飾り付けをご紹介したいと思います。ちょっとね、これじゃちょっと見切れてしまうんで、こんな感じで、ちょっと周りがバレちゃうけど、こんな感じに仕上がりますね。これをクリスマスのリースで飾ってみてください。こんな感じで半分のサイズ、4分の1かのサイズでもできます。ちょっと細かくなっちゃうんですけど、こちらこれリースは 7.5 センチで作って、これも 7.5 センチ、こちらはちょっとね 3.75 センチとかなりちっちゃいんですけど、こういうちっちゃいリースも作ると可愛いです。では今回も始めましょう。では折りたいと思います。こちら赤15センチで1回折ります。はい、四角に半分に折って、こちらの横の縁と上の縁を合わせてこのように折ります。その時にちょっとここ真ん中だけを軽く印をつけます。はい、では今度はこちらの縁と下の縁を合わせてまた印をつけます。ではこちらの下の角を先ほどつけたこのバッテンの交差点に合わせて折ります。よいしょ、では今度はここの縁とここの縁を、この縁を合わせてこのように折ります。次はこの下の縁をここの縁に合わせて折ります。はい、ではこちらの縁同士のこのところでつまんで折ります。はい、では裏返します。そしたらここのねこの縁のライン上をハサミで切ります。よいしょ、はい、では広げます。これもよいしょ、はい、広げます。こんな感じで五角形を作ります。ではもう一度裏返して、この形になるようにこのように畳んでいきます。はい、よいしょ、はい、では今度はこことここの縁をこのように三つ折りにします。はい、ではここを立てまして、ここを広げます。開いて押しつぶします。でこの時にこの折り筋と縁が合えば OK です。でしっかり折ります。はい、こちらも同じように折ります。待ってくださいね、よいしょ、では今度はここの縁、この縁とこの真ん中の折り筋を合わせてこのように折ります。でこちらも同じように折ります。で開きます。でここの折った
折り目の先と先のライン上、ちょっと下あたり、ここよりちょっと下あたりをちょっと軽くこのように広げながら押さえます。で、このまま潰し折ります。では、こちらも同じように折ります。はい、では裏返して同じように折っていきます。はい、折りましたらここを1枚めくります。はい、めくったら今度はここの縁を、ちょっと見えづらいですけど、ここの折り筋に合わせて折ります。そしたらまた先ほどと同じようにここだけ折っていきます。ではこの折り筋でこのように折ります。で、めくって同じように折り筋で折っていきます。で、このままこのあたり、真ん中あたりをちょっとしっかり持ちながらここを倒します。1個で、隣もこうしっかり持ちながらこのように外側へ倒します。こんな感じで、で、ちょっと持ち手を変えますね。変えて同じようにこのように倒していきます。こちらもこのようにしっかり持ちながら倒していきます。で、また持ち手を変えてここをしっかり倒します。で、ちょっとねこういう感じで形を整えていきます。で、ここをねパタンと一回倒します。もう一度形をちょっと整えますね。はい、これで花のパーツ完成です。で、これを5つ用意します。はい、では 7.5 センチの白の折り紙も先ほど作ったこのパーツと全く同じ折り方です。同じようにこのように折ります。で、これも同じように5つ作ります。では、ちょっとこのようにスパンコールを貼っていきます。普通のシールとかなら、まあボンドとかでもいいと思うんですけど、ちょっとスパンコールなのでGクリアがおすすめです。ちょっとね上向けて開けますね。はい、で、この大きい方のちょっとフレークシール、この辺をねちょっとのり付け敷いて、よいしょと、この大きいピンクじゃないよ、赤い花にちょっと一回貼ります。で、すぐは乾かないんでちょっと放置しておきます。ちょっと無理かな。はい、同じようにのり付けしていきます。はい、赤はこんな感じで貼りました。はい、のけて、次白も、まあ、好きなビーズやスパンコールなどでこのように飾り付けします。はい、では白もこのように貼りました。では、こちら D リーフのリースを使ってつけていきます。はい、ではこのようにこのリースには挟むところがね結構いっぱいあるんで、この部分に挟んでいきます。で、ちょっとね今回はねこちら両面の赤い折り紙を使ってます。本来はここは白ですけど、ちょっと赤ですけど、これはで、
こちらをこのように先に好きなところに一回挟んでいきます。でちょっとシミュレーションっぽいのを、ね、していきます。でこちらも間にこういう風にね試しに、まあ、置くだけでもいいんですけどこんな感じで置きます。でまあこの辺でいいかなっていう感じで、まあ、決まりましたらいよいよのり付けします。今度はこちらのボンドを使います。はい、ではこの先にちょっとのり付けしてこのように先ほどのところに挟みます。で、あとも同じように挟んでいきます。飾り付けしました。で、まあこれだけでも全然いいんですけど、こんな感じでクリスマスのこういうね、こんなスパンコールも使って貼っていくとよりクリスマスらしくなります。と一回出してみます。よいしょよいしょ、ある程度出して、ちょっとサンタさん貼ったり、はい、ではできました。よかったら皆さんもこの飾り付けを作ってみてください。ではまたお会いしましょう。バイバイ。